오빠이네. 네. 미나상 고니치와. 머리 갔다 왔습니까? 진짜 머리 갔다 왔습니까? 예. 머리 갔다. 아, 우리 시작해요. 오케이 가이. 카메라 오케이 가이. 카레오케 가이. 민아 때가 지금 몇 개 가이? 요시. 여기서 BSD 카페. 내가 다이아몬드 카이저. 김시와 날씨야. 皆さんのために歌います。短い時間ですがどうぞよろしく。殴りがきっているようです。お疲れ様です。 だけど権力者になったらわからないぜ。俺は弱者の味方をするぜ。だけど政治家になったらわからないぜ。だって嘘はつきたくないからね。だって嘘はつきたくないからね。
だけど綺麗な花は語るだろう。空で美しい星は語るだろう。君の美しい瞳が語るだろう。イエー BSB カフェイエーイ。カレー美味しいかい。イエーイ。かっこよくカメラ撮ってるかい。イエーイ。カメラの向こうのみんなも盛り上がってるかい。イエーイ。全ての人の笑顔は美しくて、誰かをきっと幸せにする。微笑みは愛を育んでいく。明日を信じる糧となる。だからベイビー笑ってよ。だからベイビー笑ってよ。だから何もできなくても生きていたってこうないんだぜ。第2回サウンドクロス in 大田原、違う、大島さん風に言うとサウンドエロス in 大田原それは終わった。あ、終わった。そうか。まあ、君島大輔です。今回は、今回のサウンドクロスは、実行委員として、会議の方から、参加させていただいているんですけども、会議の中身なんて言ったらですね、このイベントがどんだけ泥臭いイベントかっていうのがですね、バレちゃいますね。とりあえず皆さんは演奏だけ聴いて楽しんでいただけたら嬉しく思います。写真もいっぱい撮っていいよ。あ、それは動画ですか。動画です。あんまりブレないように動かない方がいいですか。よし、リズムっていう歌です。
したら仕事でございますが、この前先日9月25日に誕生日を迎えました。ありがとう、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 30ですありがとう、ありがとう、無事に30歳になりました。皆さんに、ようやく大人の仲間入りしたかななんて思いながら今日も、やっていますが、30歳初の30歳になって初の、公式ライブで、こんなたくさんの人が集まると思ってなかったんで、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。集まっていただいて、この前藤井フミヤのライブ見に行きました。一昨日ですね、黒磯文化会館でやってて見てきたんですけど、あの人もう50歳になるんですってね、なってて見てたら、2時間半ぐらいやってたんですけど、2時間半こんなのって踊りまくってて、あ、50年も歌えるんだなと思ったら、なんかちょっと勇気が湧きました。さよならっていうことです。
し寝苦しいベッドはぬくもりに飢えたままかきむしりすぎた頭を包み込み携帯電話は震えることも忘れて皮肉にも少し今月は余裕ができた。偶然つけっぱなしのラジオから流れるのはイントロクイズのように君が歌っていた歌。口ずさもうとしたところで空気の読めない DJ が騒ぎ出して仕方がなくなって、メロディーに切り替えてまた君の声を思い出そうとして、また余計なことも思い出してしまった。さよなら、さよなら、僕の心の時間は止まり、君を愛し続けているのに、さよなら。傾くたびに意味の中の僕は消えてしまっていくかな。歩く隙間もなくなるくらい散らかり始めたこの部屋の中で君の面影を探す。ちゃぶ台の上に転がる指輪を二つ重ねて、君の手はこんなにも小さかったんだ。送りました。お父さんお母さんのおかげで
こうやってたくさんの仲間がこうやって集まってくれたっていうことをですね、信じて送ったんですけど、だからどうしたみたいな顔されて、うちの両親のために作った歌の曲、心の中では
え、皆さん本当に今日はありがとうございました。入れる？大丈夫？入る？勝ち次になっちゃうけど、最後にですね、今日の、今日のライブは、ネットラジオで配信されているということで、ネットラジオ放送局ナスウェブのマスコットキャラクターあーちゃんのために作った歌曲、最後になって終わりにしたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。やりづらいわ。道しるべっていう歌です。時計を見るとちょっと僕の出演時間が過ぎてるんだけども、その分、加藤さん長くやっちゃっていいんで、次の加藤さんのためにもですね、手拍子は残しておいてくださいね。でもそれでももう一回いくぞ。あ、ワン、ツー、サウ、はい。嬉しいこと、悲しいこと、苦しいこと、割り切れること、惨めなこと、逃げ出すこと、いろんなこと起こるだろう。でも忘れないで見守ってる仲間がいること、みんなが君を好きなこと、優しい人、嫌いな人に
ありがとうございました。スイッチマンオーシャン。